平成26年3月、福祉のまちづくりを目指して、生活クラブ館北広島がオープンしました。場所は北広島市三沢1丁目。北広島市役所から歩いて3分のところ。今回はこの生活クラブ館の中に入っている3つのワーカーズを紹介しましょう。生活クラブ館の中には、子育て支援ワーカーズホットマム、助け合いワーカーズどんぐり、職能ワーカーズつぶといった3つのワーカーズが入っています。最初はクラブ館2階にある子育て支援ホットマムを紹介しましょう。ホットマムトイライブラリーモクティがこの8月31日よりスタートしました。モクティは子どもだけではなく世代を問わずどなたでも楽しめるおもちゃ図書館です。大人だけでも楽しめる場所です。モクティはおもちゃと遊びを通じて生まれるコミュニティ、子育ての新しいアイテムの提供と提案ということで開設しました。角だけついてる全部さっき、モクティでは国産の間伐材を使った木のおもちゃを中心に、さまざまな国のおもちゃやボードゲームなど100種類以上のおもちゃを部屋に揃えています。大きい子が作ったのを崩すのがちっちゃい子の遊びだ。崩して遊ぶために、ね、大人が積んであげる。私がこうやって積んで私の顔を見ながら、ね、利用についてはすべて登録が必要で有料となっています。ここで遊んで気に入ったおもちゃは有料ですが貸し出すことができます。大人だけでも楽しめるおもちゃ図書館モクティで遊ぶ楽しさを再発見しませんか。次はクラブ館に引っ越して半年、すっかり新しい建物に慣れたどんぐりの皆さんの一日を紹介しましょう。デイサービスどんぐりは1日定員10名の小規模なデイサービスです。気の合う仲間とおしゃべりをしたり創作活動をしたり、機能訓練を兼ねたいろいろな体操をしたりして一日を楽しく過ごしていただいています。3、4、5、6、9点狙ってます。野菜を中心にした手作りの昼食は皆さんにおいしいと大変喜ばれています。みんなで植えたお芋を収穫して芋餅を作りました。天気の良い日は外出を楽しんでいます。見学はいつでも受け付けております。お気軽にご連絡をください。最後はおむすびカフェつぶの紹介です。今年4月に地域のコミュニティの場としてオープンしたカフェつぶは、9人の主婦が添加物を使わず素材にこだわって作るおむすびがメインのお店です。ランチメニューは約15種類のおむすびの中から好きなものを2つ選びます。他に日替わりの惣菜4品と味噌汁と漬物がつきます。お米は原農薬の七つ星を使用し、注文を受けてから丁寧に握るおむすびはほっこりと優しい味がします。別腹のスイーツは道産小麦を使用、バターを控えているのであっさりとした食感です。もちろんコーヒーにもこだわりがあります。どんなこだわりかは
直接お店で訪ねてみてください。スタッフが丁寧に教えてくれます。きっと話が弾むこと受け合いです。来られるんですか？初めて来ました。今日初めて、はい、あ今日おにぎり食べたいねってお互いこう、はい、あのテイクアウトですか？そうです。気になってて、で一度はこう買って帰りたいなと思ってて、はい。赤ちゃんからお年寄りまで世代を問わないコミュニティの場、生活クラブ館北広島へ、あなたも足を運んでみませんか？